薬状によって宮本武蔵飛車に参った。いざ昭和27年、日本映画黄金期の東映京都撮影所において、立石、足立麗次郎らを中心に、盾技術の向上、発展と継承を目的に発足した盾技術集団。東映剣会、ボリューム2。戦後日本映画界の黄金期、東映は市川右太衛門、片岡千恵蔵をはじめとする多くのスターたちを主役に据えて、立ち回りの魅力を最大限に活用しながら時代劇を世に送り出してきた。スターたちに相対したのは絡みのプロフェッショナル集団、東映剣会。主役さえ置けたらええねやった、主役かっこよかったらええねやったけど、いやいやちゃうねん、主役がようて絡みも言わないとあかんねん。絡みとは主役に切りかかることを許された選ばれし者の風。主役よりも目立ってはいかんのですけど、印象として残る、個性を生かしきれる動きをつけると、多分見てる人たちは主役を見ないで切られる側を見てくれるようになる。みんなが同じことやっちゃったらね、絵にならんわけでしょ。わーって言うやつも俺や、わーって言うやつも俺やしね。彼らは何度でも何度でも切られる。僕は盾って10人いれば10人違う表現をして当たり前だと思ってるんですけど、より人間的であり、よりこう何て言うんでしょう、表現者でありっていう、ね、だから芝居見に行かなあかん。アクションだけ見てたんでは、常日頃の芝居を見てアクション考えないと。絡みっていうのは台本もらってないので。そうですよね。ぶっちゃけて、そのこの何の何がしの感情はないんですけど、その人生観で、あのな、こういう時はこうなんや、ああいう時はこうなんや、こういう時はああなんやって作っていかれてるのがすごいです。本当に一人の人間が個性豊かにやっぱりかかっていくところ、無個性なのにすごい個性化して、こう一人一人がこの主役のために何をして、これをどう作ろうかって、こんなに大勢の人間がある一点に気持ちが向いて、この一つの輪になって全体の盾を構成する力ってすごいなって。このタイミングでこの位置からこの位置へ移動するっていうのは、そのこと細かくは立石さんもいちいち言わないんですよ。じゃあ俺たちの配置はどうなろうかって皆さんがバババッとシフトを組んでるのが見えるんです。必ず現場行ったらね、自分が絡ましてもらえないかと思って、みんなね、とにかく怖い人ばっかりでね。ヤクザみたいな集団とか出てくる人たちの顔が怖いんですよ。そうじゃないとやっぱりこう主役が立たない。でその弱っちいやつがたくさん出てきても弱い者いじめしか見えないんで、だからやっぱり形もね、誰がこうやらんと初めて分かんないですよ。切る方ばっかりやってね、切るのは簡単に、こうやっとけばこっちが盛り上げてくれたらバッガーってやったらこれ絵になるわけですよ。でもこれ切る方がこうやってても死ぬ方がこうやってったら、なんじゃこれ絵にならんわけですよ。切る楽しみよりも切られる楽しみと思うわけですよ。で主役たちの役に影響で、その反対側を演じることがとてもある種のやっぱり快感になってったような、カットって言った時に主役がやっぱりケーっていうような、あの顔をやっぱり引き出してあげる、これが大きい我々の作業なんかなっていうのが、こういう考えて死に方やってみましたけど、それうまくいかないんですけど、そんなもんことは立石さんに言うと、これちっちゃ乗り使わせるファイファイって言ってバチンってバーッってバーッてやったりね、効果はね、映画の効果でここで見せたいなと思ったんですけど、立石さんが運じゃなしに自分のとこやってみたりね。
一つ言えることはね、足立さんの時代、要するに両運隊ね、月形のおっさんね、大友さん、金之助さん、橋戸さん、この辺までに俳優さんが揃ってたから何をやっても絵になるのね。だからそれで足立さんはかなり得したんじゃないかね。から、リアルな東宝の盾があるのと、うん、歌舞伎のヨートンっていうのがあるのと、それのまあ中間ぐらいな感じですかね、うん、やっぱりこっちから来られた方が多いので、っていう華麗な美しい盾ですよね、東映は。こんな犬ね、もうやっぱりぶっちゃけで言うと橋戸先生みたいになりたいぐらいの若気の至りなんでしょうけどね。俺は役者になるぞみたいな気持ちで弟子入りしたという。ハラハラするんですよ。慎吾が勝つのか負けるのかで、要するに相手は強い、勝ち方が全然違うんだ。退屈男のこのほんま50人かころが100人かころが絶対負けないキャラクターと押され気味でかわしながらのその、まあまあその人は華麗というのか、慎吾のキャラクターとしての表現をされてたんだと、まあ、今になったら分かるんですけど、慎重に正確やし、あのラインも綺麗です。いろんな方の中で一番かかりやすいです。数も多くも前のように、そうなんかかかりにくそうですけどね。あのね、踊りなんで、ああカウントでやらはるんで、ああ次の人に送ってくれるんですよ。こいだこい私に来たもそんなとこあったよ。あるんですね。これはこれで素晴らしいね、華麗な舞のような。大川橋蔵は立ち回りに舞踊のリズムを取り入れて、東映時代劇の華やかさを体現する若手スターとして華麗に舞った。で金利は好きね、はい、橋蔵さんあかんね、うん、立ち回りの部類で言うとリアル感がないやんか。華やかさを貫いた大川橋蔵に相対するように、さまざまな役柄に挑戦し、のた打ち回りながら芝居と立ち回りのリアリティを手に入れたもう一人の主力若手スターがいた。中村金之助だ。うん、やっぱり夜の朝僕は好きでした。あ、やっぱりそうです、うん、立ち回りもね。他の人が聞いたら怒るやろうけどね、金之助さんを超える人は俺いなかった。で昔もどうすかね、俳優さんっていうのはなかなか汚れないんですよね。華やかさを売りにした東映のスターたちは汚れることを嫌った。だが中村金之助は泥の中を這いずり回った。よろずやのやっぱり良さっていうのは、ある種どっかで破壊型のような印象が自分の中であるんですけど、やっぱりヤクザの座右、侍の立ち回りね、やっぱその落差がねすごいなと思って、自分でもそれは研究で自分のやっぱり良いとこはよく知ってありますよね。なんですかね、やっぱりその変えていく舞台がもう癖があったらね、それなかなか癖は治らんわけですよ。あそこだピュッてスッとこういうやってもいつまでもこういうね、で金さんがその出し物によっては武蔵でかいこれはできないでしょ、ドーンとなるわけですよ。やっぱそれ変えていく、ほんでやっぱり助けだのまで、もう本当に江戸っ子のねシャキシャキに何もなる、まあ、そういう芯からですからね、立ち回るなりも変えていくあるっていうのは見ていて、うわすごいなと思ってね僕は。剣会のメンバーはまるで示し合わせたかのように彼を尊敬し憧憬の念を抱く。盾は芝居そのものであるということを切実に表現していたのが中村金之助だったのかもしれない。今に至る剣会の立ち回りはそんな彼に共鳴していた。まぶたの母の金には素晴らしい。どの役をやっても品位があったでしょ。本の読みが深いんだよね。
役者も裏方も100回読めと、はい、台本100回読めと。そうするとセリフじゃなくて言葉になるんだよ。まあしかし武蔵やろ、やっぱり時代劇の真髄は俺ね、宮本武蔵だと思うね。時代劇を語る上で外すことはできない巨大な五部作、宮本武蔵。剣会を率いた足立礼次郎は渾身の思いで盾をつけた。彼の後に続いた3人の者の譜に改めて現場の生々しい雰囲気を聞いてみる。もうその頃からすでにどちらかというと立ち回り、なんとかやってましたよね、ずっと。そこに金之助が武蔵に直接絡むっていうのは、その最初の頃とんでもない話、その他大勢で田んぼの中をバチャバチャーっと巻いたりね、そういうので一応参加はしてました。で1日に5、6カットしか撮れない。夜明け狙い2時か3時頃にまた現場行って、明くる日のリハーサル。 その時も中村金之助さんの印象とか何かあれば。いやもう僕らそれ夢みたいな人ですからね、一番トップですからね。そんな人のは姿見たけど、うわーっと思ってもいい時代ですからね。そんなの抱えらせてもらうっていうのはまずなかったんです。ロングを歩いてる市役所とかね、そうこうしてるうちに金之助さんに足立さんがかからせてくれた。心臓の張り裂けそう。薬場によって宮本武蔵死者に参った。いざロケ現場では足元に対するさまざまな対策が施されたが、田んぼの中だけはどうしようもなかった。足立礼次郎の助手についていた上野に対し、金之助はこれではさすがに芝居ができないと訴えた。野球のスパイク履いた。確かに金之助はスパイクシューズを履いてるように見える。上野は相手役の河原崎長一郎にも勧めたが、彼は武蔵を追う立場として足元がぬかるみにはまることを芝居に活用したいとあえてそれを辞退した。立ち回りでいうと他とどういうふうに違うんですかね、金之助さんは。どう思われますか。切った時の表情とかね、切って悲しむ芝居する時あるんだよね。人が一人死んでいく、それを俺が痛めつけた、自分が悲しくなるんだよ。俺はそういう盾がつけたかった、単なるアクションじゃなくて、日本刀を持つっていうことは、死ぬことがどういうことなのか、生きることがどういうことなのかっていうのをちゃんとわきまえるっていう、そういうことだよね。だから今ないですから、切った人よりも切られた人が痛いと大体普通思うわね。はい、僕は違うと思う。切った人の方が心の痛さってものすごく巨大なもんだと思うね。一乗寺で金之助さん切るじゃないですか、河原崎さんの、あの時すごいもうびっくりしたでしょ。あれすごいと思って。そういうことですよ、あんなもんだと思うね。違いのない存在だったのね。自分をその要するにヒーローに見せてくれるっていうね。金之助がいかに東映剣会を信頼していたか、とっておきの逸話があった。瓦のセットでの大立ち回りの時だ。テスト多いかって言うと、みんなだって何なんなってるじゃないか、それしょうがないじゃないですか。どうしたかって
俺とんでもないことやるからね、手順は変わらないよ、まあとかとんでもないことやるから、絶対にそこでおたおたすんな。そしたらね、君の手がパッと刀がついた。テストやってないのよ。手前でタイミングを見計らっているのが菅原だ。確かに金之助は刀を担いだ。俺ら絡みの連中も慌てるわね。その次の手が俺なの。そのどこでかかっていいか分からへんから、あたふたあたふたして、やっぱりちゃんと合図を踏んだね。バーッバツッ、そういうことを手掛けた人ね、金之助さん。それに順応していかないと平気ね。その絡み手ら、絡み手同士での約束事もあるんで、やっぱりあうんの呼吸があるんですよ。この人は何のためにここにいて、なぜここへ切りかかるかとか、まあそういうことも全部含めた上で、やっぱり演技としてやっぱりやっていくべきことなんで。空気をつなげていくっていうのは本当芝居と一緒。まあそういうことですね。究極の芝居です。まあセリフがない分難しいですよ。剣会のメンバーにどうしても聞きたいことがあった。七人の侍はもちろん、用心棒椿三十郎とリアルな立ち回りのダイナミズムを次々に打ち出してきた黒沢時代劇は、スターシステムの東映時代劇に対抗する存在として映画界に君臨していた。剣会はどのように受け止めていたのだろうか。ああいう全部見たけどな、はい、決してとは負けてへんで、はいはい、うん、俺、工藤さんの作品から言わしたらな、勝ってるのはあるんだよ。いや、負けたと思いましたよ。インパクトあったわけですね、そういうふうに。それはありますよ、映画界みんなびっくりしたでしょ、あれで。腰抜けるほど衝撃だったね。それは、ダイナミズムというか、リアリティというか。そうです。分かりやすく言ったら、東映の立ち回りと何が違ったふうに思われたんですか。いや、やっぱり、どういうんですかね。立ち回り自体は変わらないんですけどね、やっぱりその発想ですよね。見せる盾ではないですよね。黒澤明にしろ、東宝の映画にしろ、三船さんでもそうですけども、へっちゃらで当てますからね。ああ。さあ、リアルはリアルですけどね、それはお芝居ではないと思うんですけども、裏としては。我が社にもね、チアリフジってあるんですよ。片岡千恵蔵主演の千有富士、千恵蔵音帯のいつもの華やかさがない、何かが違う。市井の人々が抱える悲しみや苦しみを受け止めながら、主人公の槍持ち中元は武士という身分に疑問を持った。強烈な封建社会への批判とともに、今でも日本人の中に残る自己犠牲への賛美をことごとく打ち砕く。宮本武蔵を手掛けた内田智監督は、まさに七人の侍と同時期に黒澤明に匹敵するような表現の深みの中にいた。盾をつけたのはもちろん足立礼次郎だ。これが日本映画史上に残る立ち回りのリアリティだ。あの時代にこれやったはるってすっごいなって思ったんですよ。あの時代にその足立礼次郎さんがやったはるのがすごいんですよ。何やろこれっていう。だから自分の中ではそうやって先輩たちから教わったものをこう絵に描いたり上手になりたいと思いながら、やっぱりその中で何かできないかなって思わせるようなのが、やっぱりその黒澤明監督であったり、何かに自分たちも変化しなきゃいけないかなって考えた作品にはなりますね、やっぱり。何をもってリアルっていうかっていうと、そこはそのまさにそのシチュエーションだと思うんですよね。だからここはもうその表現としてどういう表現をこの作品でするかの違いだけであって。新たな疑問が湧いてくる。
現代劇では表現できない時代劇の盾、それが単なるアクションではないとどのように説明できるのだろうか。精神性やと思いますわ。もうそれに尽きると思いますわ。はい。なぜ人を切るのか、なぜ切らないといけないのかって、うん、殺すために抜くんで、よっぽどのことがないと抜けないやろうし、抜いたらダメやろうし、見せるとこですよね。刀を抜くっていう意味が、うん、やっぱり重みが違うかなとは思うんですけど。解密って言われる解密ね、でやったら軽いんだ。月形先生はね、小口でキーッと抜いて、その切っ先が鞘からこう離れる瞬間に、ここでアクション表現するんですよ。スーッといったら、クッと重さをこう出てきた。これはすごかったと思う。後にも先にも月形先生だけはね、それは何振りも名刀何振りも持ってたからね。で、例えば知恵蔵音体のやつでも、これもやっぱり月形のおっさんがリードしたらしいけど、それでもね、うわっとこんなんだけど、セット力が重いもんで切るっていうね。東映のその時代劇でもう一つ僕ね、後々立石になってるのは、ここがクッションマークだったんだなと感じたのは、その前身中心残心の3つがはっきり分かれてない。腕の、 その強さも弱さも分かんないで、距離を置いて対峙するでしょ。それがどうしてもそこを避けるわけにはないんで、他に手をかかって呼吸を測るでしょ。それで例えば刀を小口切るのか、合い口抜くのか、シュッと抜くまでは全身ですよね。はい、ね、それでシュッと抜いてからは中心をね、バーッと構えて、いざジャリーン、バーッ、勝つか負けるか、切るか切られるかで、ドダーッと倒れて、切った切なさで背中を見せて去っていくとかね。はい、それが斬新。追い口を切って抜刀する、血狂いして尿刀する、これだけできれば立ち回りがどうでもいいのよ。早い話が、その例えば監督以下キャメラマンでスタッフでね、補えるけど、ただ前進と残心は補えないんですよ。中心はいくらでも補えるけどね。そういうことで生意気なこと言うようだけど、今時の若い俳優さんだとそんなことを考えた人はいないんだ。人を切ってバーッと切って、こうやって全て拭い去ったと思ったら大きな間違いね。まあいわゆる影やね、影があるね。それはパッと見たって分かりませんよ。世間がもうアクションになってるんだよね。盾じゃなくて、速くて飛んだり蹴ったり刺したりっていうの。だから基本的に、一振りに全てをかけるっていう盾が俺は本物だと思うんだよね、はい、一振りをもしやり損なったら命はなくなるっていうのは本当に盾のような気がしますね。